ゾフィー・ホン・ブランデンブルクは、ドイツのブランデンブルク選定校家の公女で、ザクセン選定校、クリスティアン一世の妻。ブランデンブルク選定校、ヨハン・ゲオルクと、その2番目の妻で同族の、アンスバッハ・クルムバッハ編教博、ゲオルクの娘であるザビーナの間の三女として生まれた。1582年4月25日、ザクセン選定校、クリスティアン一世と結婚した。 夫が1591年に31歳で死去すると、ザクセン・バイ・マルコー、フリードリ・ヒビル・ヘルム一世と共に幼い、長男・クリスティアン二世の殺生を務めた。ゾフィーはルーテル派政党主義の信奉者であり、ザクセンに浸透した隠れカルバン派を弾圧した。ゾフィーはカルバン派信徒だった、大法官、ニコラウス・クレルと対立しており、1601年には、 クレルを、刑に必死した院長に逮捕、収監し、ドレスデンで処刑した。聖トールター派の信者たちは、ゾフィーを旧約聖書の、ユディト記に出てくる敬験なカフユディトになぞらえ、ザクセンのユディトと褒めたたえた。ゾフィーは、未亡人となって以後、ドレスデンの隠居所及びコルディーツ城に住んだ。彼女は1616 16年に、ゾフィー・ドゥカート金貨を発行したほか、 ドレスデンの旧フランチェスコ会協会も彼女にちなんで、ゾフィー協会と解消した。また、ドレスデン市外の公爵夫人公演も、ゾフィーに名をちなんだものである。ありがとうございます。